ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道を紹介しているよ。今回は台湾の鉄道を見ていこう。日本の国鉄にあたる台鉄については以前の動画で解説しているので、今回は台湾で運行される地下鉄やライトレールについて解説する。日本でいう地下鉄、新交通システム、路面電車などの都市鉄道を、台湾ではまとめて小運と呼ぶのだが、これは中国や香港など他の看護圏の国にはない台湾独自の用語だぜ。小運はラピッドトランジットの直訳だね。台湾では、台北、新北、桃園、台中、高雄の5都市で都市鉄道が運行されている。まずは台北都市圏の路線を見ていこう。台北都市圏は中心部の台北市と周辺の新北市、基隆市、桃園市からなり、都市圏人口は約900万人。中京圏よりやや小さいぐらいの規模だぜ。新北市はドーナツのような面白い形をしているね。台北都市圏では、台北市、新北市、桃園市がそれぞれに都市鉄道を運営しているが、路線は自治体の境を越えて延伸されており、互いに接続し台北都市圏の路線網を形成している。そのうち、台北市が運行する台北小運は5路線がある。4路線が高規格の地下鉄で1路線がゴムタイヤ式の新交通システムだ。台北都心部では格子状の路線網を形成している。中正記念堂駅や C 面駅などの乗り換え駅では進行方向ごとにホーム階が分かれていて同一ホームでの乗り換えが可能だぜ。乗り換えに便利な構造だね。各路線を順番に見ていこう。淡水新義線は台北を南北に縦断する代表的な地下鉄路線だ。台鉄淡水線を置き換える形で1997年に開業した台湾初の地下鉄で、標準期、第三期乗方式のアジア新興国でよく見られる規格が採用された。路線総延長は30キロ。沿山から淡水までは台北の地下鉄では珍しい地上区間で、北東からは一駅だけの新北東支線が伸びているぜ。淡水新義線の沿線には北東温泉、森林夜市、台北101などの代表的な観光地があるし、台鉄と台湾高鉄の台北駅も通っているから、台北で観光するときは一度は乗ることになる路線だね。使用車両は4ドア6両編成の電車で、C301 型と C381 型の2種類がある。開業時から運行されている C301 型は川崎重工と米国の URC で22編成が製造された。同時期に川崎重工が製造したシンガポール MRT 向け車両とよく似たデザインで、定員を増加させるかまぼこ型の車体断面が特徴的だ。車内はこんな感じ。座席はプラスチックだぜ。ロングシートとクロスシートの中間のような座席配置は特徴的だね。C381 型は台湾の地下鉄路線では最新型の車両だ。川崎重工、台湾車両製で、2010年から2013年に製造された。従来型車両からデザインが一新されていて、吊り目型のライトや二重の青帯が目を引く。前面形状は従来型より立体的で、貫通扉にも窓があるね。車内はこんな感じ。インテリアは従来型車両とほぼ同じだ。ちなみに、新北東支線は本線とは異なる形式の C371 型で運行されている。C371 型は2005年から2009年に川崎重工、台湾車両で製造された形式で、新北東支線には3両編成の支線専用編成が投入されているぜ。本線との直通運転は行われていないんだね。次は緑色が路線カラーの昭山新天線を見ていこう。昭山新天線は台北で2番目に古い路線だ。淡水新義線と同じく、末端部に一駅だけの支線がある。障壁端支線は沿線住民の要望に応じて車庫への引き込み線を旅客化したもので、本線とは独立して一駅間で運行されている。ただし、チージャン駅では本線と線路を共有しており、本線の6両編成と支線の3両編成が同じホームを発着するぜ。路線カラーも相まって東京メトロ千代田線の北綾瀬支線を連想させる支線だね。障壁端駅は地上駅で、付近は昭山新天線系統で唯一の地上区間だぜ。支線の末端以外は全部地下区間なんだね。使用車両は C371 型と C381 型がある。障壁端支線は3両編成の C371 型専用編成で運行されているぜ。青色の万南線は台鉄、台湾高鉄と並走して台北市街を東西に横切る路線だ。全区間が地下区間である。使用車両は C321 型と C341 型がある。C321 型は1998年から1999年、 C341 は2003年に製造された6両編成の形式で、共に C 面主製だ。C321 型はかつては台北の各地下鉄路線で運行されていたが、現在は万南線でのみ見られる。一方の C341 型は万南線の延伸に伴い導入された少数派の形式だぜ。最後に中和新路線を見ていこう。
この路線は台北の東北で二股に分かれており、全区間が地下である。使用車両は C371 型だぜ。そういえば、台北の路線名に長い名前が多いのはどうしてなのかな？それは台北の地下鉄路線が再編を繰り返していることが原因だ。並走区間では各路線の線路が繋がっており、直通先がたびたび変更されているぜ。次は高規格の地下鉄以外の路線を見ていこう。文庫線は高架や地下を走行するゴムタイヤ式の新交通システムだ。台湾初の都市鉄道で、淡水線より早い1996年に開業した。開業時より自動運転が行われているぜ。沿線には松山空港や動物園があるね。使用車両はゴムタイヤ車両で2種類がある。貫通扉がなく、車両間の通り抜けはできない。第一世代の VAL256 型はアルストム製だ。開業時の1996年に導入された車両で、2両編成を2本つなげて運行されている。一方、第2世代の C370 型はボンバルディア製。延伸に伴い2009年に導入された。VAL256 型と異なり4両編成だぜ。連結ホロがないこともあって、プラレールの車両に見えるね。環状線は台北西側の近郊都市を結ぶ鉄輪式ライトレール路線だ。2020年に開業した。車両はイタリアのアンサルドブレラ製。自動運転に対応した4両編成で、文庫線よりやや大型だ。環状線は当初台北小運の路線として開業したが、現時点では新北市のみを走行する路線ということもあり、2023年に新北小運に移管されたぜ。開業後3年で運営する自治体が変わるとは、なかなか聞かない事例だね。ちなみに、2024年現在、板橋中和間は地震被害の復旧作業のため運休中なので注意してほしいぜ。新北小運は環状線以外にも2路線のライトレールを運行している。段階計器は淡水新義線の高樹林駅から淡水の市街地や周囲のニュータウンに伸びるライトレール路線だ。高樹林駅から市街地までは高架路線で、淡水市街地では路面を走行する。2018年に開業した。車両は5両編成のトラムだ。ドイツのフォイトからの技術移転を受け、台湾車両で製造されたぜ。台湾では欧州っぽい見た目のトラムが製造されているんだね。台湾では近年ライトレールの建設が進んでおり、2023年には新北市の2番目のライトレール路線、安江計器が開業した。安江計器は環状線の十四町駅からニュータウンの安江地区に伸びる路線だ。路線規格は段階計器と同じで、車両も同型だぜ。段階計器の色違いだね。次は台北の隣の都市、桃園の都市鉄道を見ていこう。桃園小運機場線は、台湾最大の国際空港である桃園機場と台北駅、鋼鉄桃園駅を結ぶ路線だ。標準機、第3機場方式の路線で、2017年に開業した。総延長50キロ以上の長い路線で、台湾の都市鉄道では唯一、主要駅にのみ停車する速達型の列車が運行されている。車両は直達車両、普通車両の2タイプがあり、ほとんどが川崎重工製だが、普通車の一部は台湾車両製だ。直達車は荷物車付きの5両編成で車内はクロスシート、普通車は4両編成でロングシートだ。直達車の方が所要時間がかなり短く、車両の内装も異なるが、運賃は同一だぜ。空港から市内に直通する路線だから、観光客も使う機会が多そうだね。ちなみに、桃園国際空港ではターミナル間を結ぶ新交通システム、スカイトレインが運行されている。車両は新潟トランシス製だぜ。冷房機がやたらと目立っている面白い車両だね。次は台北都市圏から離れ、台湾第二の都市、高雄の都市鉄道を見ていこう。高雄では2路線の地下鉄と1路線のライトレールが運行されている。高雄の地下鉄は2008年に開業した。延伸が進み現在は高線、筆線の2路線が運営されている。標準機、第3機場方式の路線で、瀬運岡山間と大寮駅周辺のみ地上または高架、残りは地下区間だ。車両は3両編成で、現在運行中の車両は1形式。シーメンス製のモジュラーメトロだぜ。台北の地下鉄と似た規格の車両だね。高雄小運は鋼鉄の西駅や空港を結んでおり、観光客が使う機会が多い路線だ。地下鉄自体も観光地になっており、2路線の乗り換え駅、美麗島駅はインスタ映えスポットとして有名だぜ。地下の極彩色の空間は有名だよね。ちなみに、美麗島の英語表記はフォルモサブールバードだ。フォルモサはポルトガル語で美しいという意味で、台湾の歴史的な名称の一つだぜ。美麗島とは台湾そのもののことなんだね。次は高雄のライトレール路線を見ていこう。環状計器は高雄市街の周りを一周する環状のライトレール路線だ。路線は港湾まで伸びており、一部区間はかつて存在した台鉄臨港線の跡地を利用して建設されている。使用車両は2種類。欧州製の5両編成のトラムで運行されている。スペイン、各製のアルボス3は2015年の開業時から運行されている。
アルボス3は商業的に成功した低床トラムで、欧州をはじめ世界各地で同型が運行されているぜ。2020年には路線延伸に伴いアルストム製のシタディスが導入された。こちらも世界各地で同型が運行されている車両だぜ。環状系駅にも有名な観光スポットがある。美術館駅とない芸術中心駅の間は並木の中を線路が走行していて、トトロトンネルと呼ばれているぜ。そういえば、この路線は路面電車なのに架線がないんだね。いいところに気がついたな。環状系駅は駅で急速充電して走行するライトレールなので、駅以外には架線がないんだぜ。ちなみに、新平松雲の淡海系駅にも路線分岐部などに架線のない区間があるぜ。駅にだけ架線があって、入線と同時にパンタグラフが上がるんだね。最後に、台湾第三の都市圏、台中の路線を見ていこう。台中松雲は現在1路線がある。主に高架を走行する第三機乗方式の鉄道、翌線は2021年に開業した。台中市街の北西をぐるりと回る路線で、ほとんどの区間が路線カラーであるグリーンの防音壁で覆われているのが特徴だ。車両は川崎重工製で、一部は台湾車両でノックダウン生産されている。5ドア2両編成で、全自動運転に対応しているぜ。台北や高雄の他の地下鉄とは別規格の車両だね。次は、台湾の都市鉄道の乗り方を解説していくぜ。台湾の都市鉄道の片道切符は IC トークンやカードで、駅の券売機で簡単に購入できる。何度も乗車するならチャージ式の IC カードの利用が便利だ。IC カードには悠々カード、一括という2種類がある。悠々カードは台北、一括は高雄で運用が始まったサービスだが、現在はどちらのカードも台湾全土で同じように利用できるぜ。スイカとイコカのような関係だね。日本の IC カードと同じく、公共交通以外でもコンビニなどの支払いなどに使えるぜ。また、台湾の鉄道でもクレジットカードのタッチ決済が広まりつつあり、桃園松雲騎乗線や台中松雲、高雄松雲などは JCB を含むクレジットカードで改札を通れる。タッチ決済で乗れる路線は今後も増えていくと思われるぜ。次は台湾の都市鉄道の新路線や新型車両を紹介するぜ。バンダイ樹林線は台北中心部から南西側に伸びる新路線だ。標準機、第三機乗方式の鉄道で、アルストム製車両で運行される。2025年末に中世記念堂、吉狩館が開業予定だぜ。導入車両は3ドアで、既存路線とは異なる規格であることがわかるね。台北の地下鉄路線では、2026年以降、ヒュンダイロテム製の新型車両の導入が予定されている。現行車両に比べレスタイリッシュな外見になっているが、窓の内側に取り付けられた行き先表示器などの基本的なデザインは変わらないぜ。今回の動画はここまで。開業が新しい割になかなか癖が強い台湾の都市鉄道。興味が湧いた人はぜひ実際に乗りに行ってほしいぜ。ご意見ご感想をお待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。